まあ、ここから、うん、ここからどうすんの、うん、実はここから意外と難しいんです。ちゃんとやり方を知らんと、うん、だってここからあの手も離して普通に立ってバック取ろうとすると、板垣さん一斉の背で前に立って前に走って一斉の背で、うん、ただ逃げられたね、うん、こうやっちゃダメなんだな。だからここで一斉の背で、ここ大事ですよ、腰を、これは腰を抱くんだね、うん、でここから相手が前に 走る人が多い、さあ前に行ってみよう、どんどん行ってみよう、こう片方、両方は踏めないよね、構造上、はい、片方だけスッと踏んでしまう。これで、3秒キープすれば、まあ、ルールの話になるけど、これならやっと、これでやっと2点入る、2点入ってからあの攻めに行けばいいね、うん、で、ここでやっぱ後ろを向いてくる人もいるね。あ、俺の方に倒れかかってる、うん、こういう人もいるわね。こういう人は、2つ言わない方がよかったけど、まあ喋っちゃったからしょうがない。あの左に来たら右手深くして左手抜いてしまう、うん、で奥襟取る、前に出せばこれで抑えれるというのは、ここで、あ、そこから、あの、同じ方向に、ここで、この左手深く入れとくとね、この手をギュッと脇で締めて、腰こっち、右手ここを取って、腰向こう。で、こう、押さえ込め。なんか押さえ込まれちゃったね。困ったね。困るんですよ。だから、もう一回。まあ、両方やった方で、取る方も練習した方がいいけど。こっち向いてきたら、深く。全然深く取って、こう、あの、なんていうのかな。床側の手は必ず抜く。そしたら、押さえられる。というのは、でこっち脇抱えれるよね。脇抱えて、ね、あ、俺の手首でいいさ。もう押さえようとしていいさ。押されないよね。押されないんですよ。あの、でもこう床側の床に近い手を挟んでいいよ。押さえていいよ。こういうふうに押さえ込まれちゃうんで、まあ押さえる方もやっとくといいね。これすごくあの知らない人には知っちゃうし、とかないと、困っちゃう。ちょっともう一回3つ喋っちゃったから、もう一回喋る、手を倒して、したらもうめっちゃ腰を抱く。でして相手が、走ってきた。でどっちを踏むかはどうやって決めてんのか、別に俺でも俺いつもこっちなんだけどね、うん、だから、あ、ごめんね、このまま立てないからちょっとずらす。そのまま前に行けばこの足踏めるから、で右足はバランス取る。これで3秒落ち着いて数えて、時間が経ったらあの攻めていくという、うん、ちょっとずらす。だからあんまり引きすぎると膝踏めなくなるから、ちょっと俺もどうやってるのかよく分かんない。いや、よく分かんない。あと踏む方にちょっと傾く、そりゃそうだよね、うん、こうやってもこっちは絶対いけない、この足邪魔だから。あ、どうも違う、傾けた方に体、うん、肘と膝をくっつけるつもりぐらいになると簡単に起きれるから、うん、前行きな、うん、どんどん前、うん、これ受ける方が、うん、あ、こんにちは、本気で逃げようと思って前に行くから、これ僕はあの立つ力は自分では生み出してない、相手が立ってくれる、さあ、相手が引っ張ってくれるから立てる、で3秒数えたら、でもやっぱこの組手が一番強いんだけど、アメ取りの組手だな。で相手が、あんたも見たい、あ、大丈夫、イメージし、でここで相手が、いきなり後ろに転がってきた、転がってきたら
できるだけ上を握って、手を引いて奥襟に回って、足立てば、これで押さえる。これは分かるかな。僕の腕挟んでも、僕の手が抜けてるから押さえ込めるんですね。だけど、もし僕の左手が脇に座る、ここの形だったら、俺なんか上になれないし、体、くるっと翻して、どうなると俺が下になっちゃう。ちょっとまあ、見ただけじゃ分かりづらいだろうけど。まあ、ちょっとやってみたら分かるから。